本当にね、しょうもないんですけど、もうこれしょうもない話するんですけど、で、でもやっぱりすごいお金なかったんですよ。2000万で始めて青汁出して売れるんですよ。でもお金ないから自分でアフィリエイトするしかねえし、自分で配送するしかねえから、もう在庫も自分たちで詰めて、自分たちで送って、徹夜してみたいなことやってたんですよ。でも、いよいよお金なくなるんですよ。なんでかって、売れまくるから在庫を頼むお金もないし、でも在庫頼んでお金、在庫ね、いっぱいくださいって言っても、あんたの会社信用ないみたいな、その当時ちっちゃい会社だったから、もう先に金払いみたいなこと言われるんですよ。だからお金ねみたいな、でも銀行貸してくんねえし、え、どうすんねんみたいになってて、お金がなくなって本当に黒字倒産っていう言葉があるんですけど、めちゃくちゃ儲かってすごい調子はいいんですけど、お金手元に現金がないから倒産しようなしそうになったんですよ。でこれ僕今でも覚えてて、多分ね2016年1月ぐらいなんですけど、やべえなと思って、あ、もう売れめっちゃ売れてるし最高なんだけど、でもお金が入ってこないし、お金払えないし、あ、もうこれ倒産するんじゃねえみたいな、黒字倒産じゃんみたいな、自分の人生ここまでだったかなって思ったんですよ。でね、もう本当やけになって酒を飲もうってね思ったんですよ。酒を飲もうと思ったんですよ。で、おじいちゃん、あ、おじいちゃん、酒を飲もうと思ってですね、先輩とですね、なんかクラブに行ったんですよ。もう、やけになって、もう、わけわかんなくなって、飲みまくったんですよ。もう、やってられねえみたいな、こんな一生懸命頑張って儲かってんのに、まあ、前、商品代、先払えっていうし、お金もねえし、何なんだと、3億円もなくなるし、もう、最悪だと思ってクラブに行ったんですよ。でね、なんかたまたまね、これ、青汁王子になる前の話ですよ。だから、ちょっと、変な風に思ってもいいけど、ちょっと恥ずかしいけど、なんかそこで女の子をね、まあ、うちに持って帰ってですね、まあ、いわゆるこう、なんだろう、こう、まあ、3人でですね、先輩とね、まあ、バカなのって話なんですけど、3人でそういうことになったんですよ。はい。まあ、本当にそういうしょうもない人生だったんですよ、僕はね。今はそういうことしないですよ、真面目なんで。でね、そういうことをしてるときにですね、なんか電話が鳴ったんですよね。しかも知らない番号から。で、なんでこれはこんなね、最後にね、こんな荒れてるときに電話が来るんだと。誰が電話してくるのと。もう俺の人生なんて終わったんだみたいな。だからこんなことやってるんだみたいな感じで開き直ったら電話が鳴って、とりあえず出たらですね、おじいちゃんだったんですよ。マジで。で、うちのおじいちゃんって実業家で結構なんかまあ、まあなんだろう、まあ、北海道では結構お金持ってる人で、でもおじいちゃんなんてもう10年ぐらい連絡取ってなかったのか、取ってなくて、でもなんか本当に10年ぶりに連絡がかかってきてですね、なんか困ってることないかって言うんですよ。困ってることって言われても、俺目の前にはその女の子がいるし、なんかもうわけわかんないじゃないですか。しかも結構酔っ払ってるし。しかも結構朝だったし、うん、でそういうことしてるし、困ってることって言ったらもうだからいつもその弱音をね、弱音を誰かに吐くのはすごい苦手だったんですけど、おじいちゃんに言ったんですよ。もう金ねえと、もう本当なくなったし、今授業頑張ってんだからお金ねえんだよみたいな感じで、もうやりながら言ったんですよ。ね、やりながらね、本当にやれるバカなんだよね、うん、言ったんですよ。そしたら、いや、お前、なんか、運命を感じたみたいな、シンパシーを感じたみたいなこと、うちのおじいちゃんが言い出して、もう明日、もう運転資金2000万だったら貸してやるからって言って、2000万円貸してくれたんですよ。マジで。で、それで、お金を払うことができて、そっからバーンって伸びたんですよ。だから、なんか人生って、最後の最後になんか掴むんだなって思いました。はい。もう本当に、これ実話なんで、もういろいろ、オブラートに包もうと思ったんですけど、まあ、はっきりですね、言いました。3P 中に電話出たのかって、まあそうなんですよ。だって、焼け酒してたし、仕方ないじゃん。でもおじいちゃんが本当それで貸してくれたんですよ。うん。で、復活したんですよね。いや、本当俺、あれの電話がなかったら多分、で、あの時電話に出てなかったら知らない番号とかかけなかったし、多分、あの時、あのクラブに行って、ああいうことをしてなければ出なかったと思うし、倒産してたかもしれない。マジで。ということがありました。はい。はい、今日の補足変えました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。黒字ならタイミングずらせばいいような、あ、そう、そういう質問はね、その、すごくいい質問で、さっきの話なんですけど、ですね、まあ、そういう黒字になってんだったら、広告止めて、お金貯めたらいいんじゃないのって思ったんですけど、僕はその時に、もう止まったら終わると思ってたんですよ。止まったら終わると思っていて、むしろお金ないのに広告打ちまくったんですよね。もう。で、なんでかっていうと、結局そういう成長曲線に乗ってる時って、止まっちゃうと、競合他社が入ってくるじゃないですか。だから僕はお金がないから、じゃあこの青汁売るの広告一回やめようと思ったら、ライバルも青汁どんどん出してきてたから、一本取られちゃうんですよね。もちろん、その後に僕の会社が青汁をいっぱい裏でいっぱいね、会社作りまくって、業界を独占するみたいなことをやるんですけど、その前の話なんで、まだお金がないっていうか、立ち上がった時なんで、やっぱライバルいたんですよ。だからそいつらに負けちまうなみたいな、大手に食われるなと思ってたんですよね、資金力で。
だから弾けなかったんですよね。だからでもあの時の判断は、まあ、結果的にすごい危なかったし、若かったからできたかもしれないけど、良かったなって思います。じゃないとやっぱり3年で130億いかないですね。まあでも本当に正直リスク取りまくってましたね。だからそういう意味ではもう倒産するかもしれないしみたいな、だからリスクを取ったから3年で130億いったんですよ。それが経営判断としていいか悪いかは、結果的に今こうなったから、あの事業がスケールしたから良かったですけど、それで倒産したらすごいバカだねって言われてたんだと思う。分かんない。でもそれってやっぱりそういう経営判断、運命も全て背負って経営判断するのが経営者だと思うから、僕はそこをかけました。はい、そう、全裸監督みたいな飲み方、そうなんですかね。恥ずかしいね、なんか。ものすごい正直に実はありがとうございます。まあそうなんですよね。まあ、こういうことを言うとですね、まあ切り抜きになってですね、やっぱり僕の集大がですね、いろいろ、まあ YouTube を通じていろいろ言われるんじゃないかなと思うんですけど、まあ事実なんで、はい。まあいいっすかね。はい。まあ僕、人気商売でもないし、経営者なんで、はい。まあ過去ですからね。まあそうなんですよ。過去ですから、これもう皆さん言っときますけど、25歳ぐらいの時ですよ。青汁王子になる前ですよ。はい。青汁王子になる前の話ですから。はい。3P 王子に質問です。2000万円貸してくれたおじいちゃんにいくらにして返しましたか？いや、おじいちゃん2000万円で返しました。おじいちゃんお金持ちなんで別に、そういう利息いらないって言ってました。なんかね、税法上多少利息は絶対払わないといけないんで、その利息は確か返したかもしれないですけど、そんな、ほぼ2000円ぐらいですね。はい。